はい、どうも、タンドゥです。今回はですね、津軽の郷土料理をご紹介していきたいと思います。郷土料理とは言いながらですね、まあ実は見た目はね、ほとんど変わらない、こちらでございますね。ご存知の通り、まあ、全国どこでもある、まあ、いなり寿司。で、このね、いなり寿司なんですけども、津軽の場合はですね、一味、違っております。まあ、見てもらえばわかるように、このね、津軽のいなり寿司って書いてるじゃないですか。まあ、どの辺がね、津軽なのか、まあ、他の地域だとね、この中に入ってるご飯っていうのは、まあ、そのままか、まあ、ごまぐらいですね、多分入ってるものとしては、まあ、津軽でもですね、もちろんそういったものもあるんですけども、まあ、このね、原材料をね、見ていただけると分かると思うんですけども、この紅生姜って書いてるじゃないですか。この一番右下のとこですね、紅生姜。昔からのいなり寿司といえばですね、こちらの紅生姜が入ったいなり寿司になってるんですよ。ではね、どんな風になってるのか、ちょっとね、ご紹介したいと思います。まあ見た感じはね、多分そんな違いがわからないと思うんですけども、津軽のいなり寿司はここ中をね、切っていくとこんな感じになっております。ご飯がね、ピンクに染まってですね、赤い紅生姜が、ところどころに入っております。でね、もう一つの特徴がですね、これ食べてみればわかるんですけども。甘いんですよ。でもまあこれはまだ控えめな方かな。もう本当にね、お菓子じゃないかっていうぐらい甘いものがね、入ってる時ありますね。外側のね、お揚げが甘辛くなってるんで、全体的にはね、甘くなってるんでしょうけども、ご飯自体がね、甘いっていうのはですね、まあ津軽独特じゃないでしょうかね。まあ昔はね、砂糖がすごい貴重な時代がありまして、甘いものがね、もう重宝されてた時代があるんですけども、多分それがね、由来なのか、北東北とか、その北海道の方ではですね、その食べ物を甘くするっていうものがね、結構見られるんですよ。まあ、その中のね、一つですね、津軽の場合はこの甘いいなり寿司でございます。これね、本当にその人のさじ加減、作る人のさじ加減なので、これはね、結構甘さ控えめな方なんですけども、ケーキじゃねえかっていうぐらい甘いものもね、たまにあります。このいなり寿司の概念を打ち崩したいという方ですね、この甘いいなり寿司もね、ぜひ食べてみてください。まあ、このね、いなり寿司なんですけども、産直とかに行くと、地元のお母さんたちが、作ったいなり寿司、結構、並んでますので。まあ、昔の方はですね、本当に甘いのが大好きなんですけども、若い人とかだとやっぱりご飯がね、甘いっていうのは、結構ね、苦手な人も、いたりしますかね。私もね、そんなに得意ではないですね。嫁とかは、本当に苦手なタイプの、料理になるかと思います。なかなかね、他の地域には見られない、津軽のね、郷土料理ではありますので、青森に来た際はですね、ぜひ産直とかに寄って、紅生姜入りの甘い稲荷をですね、食べてみてください。ということで、タンドゥでした。手花。